森田昇は日本の海軍軍人。海軍の出世コースであった高方向市をいずれも主席で卒業した海軍少将である。兵庫県出身。父は旧姫路藩士。1899年海軍兵学校入校。1902年卒業。ハンモックナンバー6番。同期に百武言語、今村信次郎、松山茂らがいる。 二号生徒の時、赤字四番で、学術優等賞を授与された。兵学校卒業後、八島を経て、橋立の陸中尉として、日本海海戦に参戦。その後、さつきの陸を経て、四季島、岩手分隊長。大尉に進級後、十七艇隊長、浅間分隊長と、実務経験を積んだ後、第二艦隊参謀、海軍大学校を主学生となる。 ついで海軍法術学校高等科学生に進み、優等で終了。旅順陳述参謀兼副官、倉間分隊長として、英国へ開校後、再度の第二艦隊参謀を務める。海軍少佐昇進と同時に、海軍大学高校主学生となる。同期に、与内光正、加藤隆義、長谷川清寺島健がいたが、主席で卒業した。 金合分隊長等を経て、海軍省軍務局局委員。英国駐在となり、第一次世界大戦では、艦船部官として、英戦艦アガメムノンに乗り組んでいる。帰国後軍令部参謀に補いされ、ジュネーブで開催された、国際連盟総会代表者図委員、国際連盟陸海空軍、問題常設諮問委員会海軍代表図委員を務め、 1921年12月1日大佐へ、昇進。ト根及び、名取官長を務めた。軍事局第三課長、ついで第一課長を務め、の商務事務官、商工事務官を兼任した。1926年12月1日少将へ、昇進と同時に軍令部出資となり、1927年4月10日、予備役編入となる。 その後は被告で偽名を用い医療寄付販売を行っていた。日本陸海軍総合辞典森田登る、官報第6212号、除人及び、事例1904年3月19日、官報第6494号、除人及び、事例1905年2月25日、官報第3729号、除人及び、 事例1907年12月2日、官報第159号、除人及び事例1913年2月12日、ありがとうございます。